モコウと申します。ちょっと今回ね、あのカラムーチョのなんかカラカラカラみたいな変ななんか焼きそば、はい、手に入れましたんで食べていきます。これで、これに対して納豆でどれだけ緩和できるのかっていうのをね、検証、するって名目で、単純にちょっとあの僕晩ご飯食べていこうかなと腹減ったんで、ちょっとこれお湯でやっていきますわ。はい、てなわけでちょっと茹でてきました。これ面白いのがね、あれだな、パッケージ、このなんかフィルム剥がすと、このなんか大森名水一平ちゃん屋台のなんとかがんとか焼きそばって書いてて、いやこれベースは全部一緒なんだろうな、ベースは全部一平ちゃんで、ソースとかふりかけとかマヨネーズとかで、まあなんかあれなんでしょうね、装飾してなんか別の商品みたいな感じで出せるんだろうね。なんかそう考えたら、なんかいろんなカップ麺っていろんな種類出るけど、なんかその種類を生み出すことに対してなんかあんまりコストかかんないんだろうな。じゃあちょっとかけていきます。はい、このなんか変なマヨネーズみたいなのが目玉なんだろうけど、よいしょ。あとこのふりかけ、うわクソ辛そう、クソ辛そうなんだけど、これやべえかもな。これ相当納豆に頑張ってもらわないと俺また腹壊しちゃうかもしれないわ。うわ、これソースも、あ、なんか全部辛い感じなんだ。見てこれ。お店とかになんかある、なんか無料のトッピング遊んで全部入れたみたいな。辛くなっちゃってる。じゃあちょっと、これに対してね、このファミマのね、納豆。ちょっと寝起きなんですけど。寝起きでこんなの食ったら言いやれるに決まってんだけど、俺はちょっと腹減ってて、まあ、部屋にもね、食えるものがないと、したらもうこれ食うしかないと、動画撮る用で買ったやつ、はい、よいしょ、これでやっていくか。ちょ、まずさ、このソースがべっとりついた割り箸であえて納豆をこのかき混ぜてみていい？納豆最近ハマってんだよな。納豆ってなんか衝動的に食いたくなることありますよね。何なんだろうな、小粒が好き俺は。納豆食うなら絶対小粒っすね。なんか大豆の食感も別に好きじゃないんだよ。だから大粒みたいな納豆あるじゃん、たまに引き割り納豆みたいな、あれがあんま食えなくて、逆に小粒のこういうなんかこうしょ、なんなんだろう、この一気にかき込める感じ、これが気持ちいい。うんうん、うまい。じゃあ、え、てかこれなんか大盛りじゃねえ、よく見たら量が多くないか。もう今日昼もラーメン代食ったんだよな。連続の麺系になっちゃうけど、これ大丈夫？なんかすげえ量が多いわ。そして例のごとくちょっと片面で茹でたら思いのほかほぐれなくて、え、どうしようこれ。あ、でもなんか徐々にいい感じになってきた。うわ、匂いがすごい、うわ辛そう。え、なんだこの匂い、なんだこれ。匂いがね、なんか変だな。結構太めなんだな、もともとは。そんなに茹でてないのに、そんなに水を吸ってないはずなのに、もともとあると硬い、太いっていう。じゃあいただきます。カラムーチョって感じじゃないな。ただ辛いだけ。え、なんでこれ。何の辛さだっけこれ。うん？
なんか記憶にある辛さというか匂いというか、あ、なんかこれイタリアン系のなんかタバスコみたいな辛さだこれ。あ、イカスミパスタだこれ。イカスミパスタ。うん。これイカスミパスタじゃん。嗅いでいくうちに俺のこの記憶の中の記憶の端の端に追いやられたライブラリーが一瞬こうバッて引き出された気がする。うん、これなんかパスタだな。うん、うめえうめえ、普通にうまいわ。辛さレベルマックスとか書いてあるのにそんなに辛くない。うん、納豆を用意する場でもなかったかもしれないわ。うんうん、あーうまっ。ガッツリいこうかな。そういえばなんか雑談になっちゃうけど、これ YouTube ライブでシャドーバースの配信しててだから俺が下手くそすぎて、なんかお前代行してんだろとか後輩にやらせてんだろみたいな、すげえ書いたりして、なんかもうコメントがあれにやれて、結局9時間やってその日グラマス乗れなかったんですよ。その夜俺病みすぎて、俺ついにインスタグラムに悪口書いたからね。シャドーバース視聴者のこいつら人間性異常だみたいな。ふと冷静になって消しちゃったけど、初めてなんかその SNS の追消しみたいなやつやっちゃったわ。あれは聞いたな。うん、で結局その次の日にあっさり10連勝でグラマス行くっていう、1時間ぐらいで。うん、やば、鼻に入った。さ、喉から鼻に抜けてってんけど、麺が2、3本、鼻が、うん、でね、まあ、ぐじゃますいけて、でほんまに俺裏でずっとシャドーバーやってるんですよ。やってじゃあ一緒しこしこ持った MV なんですけど、なんか下手くそすぎて誰も死んじゃないから、絶対俺週末の0時でそれでデイツアー行ったろうかなって思ってます。デイツーは攻めて、で、その後に、でも最初の後に始めたこのハードボールド、これこれな、やろう思ってちょっと前から買っててんけど、結構売ってなくて、どこにも。なんか今ね、値上がりしてるよこれ。ハードボールド想像してれば、お前ら中古で見つかってたら買った方がいいよこれ。うん、多分いざ買おうやろうって時にないと思うから。東京都内のね7店舗ぐらい中古ゲームショップ巡ってやっと見つかった、これハードゴールド。なんで見かけたら皆さん買っておきましょう。あと僕はクリアまで楽しんで頑張っ、あの楽しんでいきたいと思います。メインチャンネルの山内の方ね、はい、そんぐらいかな近況だとね。まあ動画は
どうやってみると、ちょっと最近なんか、あんまり声かけてあげたいのが、なかったんですけど、とあるゲーム機買ってきたんで、とあるゲーム機でできるゲーム、今後ちょっとやっていくっていうのと、ちょっと、まあ、一個やろうかなって思ってる、割と新しめのタイトルがあるんで、まあそれもあげようかな。ポケモンピンボールとかね、あの辺、そろそろもう見てる人もな、もうええってなってきてるからな。あ、辛っ。あとマリオメーカー2か。マリオメーカー2なんか対戦モードがあんまり自分なんかしっくりこなくて、でコースをやんのは面白いんだけどさ、なんかやっぱ結局俺がやってもあれ期待なんだよな。なんかやっぱコース作りたいな。もう一個なんかもっともっとなんかもっとバズりそうなコース、とっつきやすいコース、じゃそういうの考えていきたい。じゃなきゃ動画にしてもしゃあない気がするんだ。いただきました。なんか尋常じゃなくて汗かいてもらう。まあ、うまかったっす。カラムーチョの焼きそば、はい、食べました。